まちゃん、こんにちは。こんにちは。今日ですね、はい、兵庫県のグランドオークプレイヤーズコースに来ております。はい。で、まあ、関西といえばそうですね、ゴルピアさんですよね。はい。ゴルピアさんのヒロさんとゆうちゃんに、はい、登場してもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。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 こんにちは。もう他チャンネルも持ったらこれですから。ああ、そういうことですね。いやいや、もうね、僕は楽しみにしてました、この撮影してたんで。いや僕らもですよ。いや、本当ですか、ね、ありがとうございます。大丈夫ちょっと声ちっちゃくないですか？言わないです、言わないです。ということで、今日はまあ前半9ホールは、はい、うちのチャンネルでやって、後半はゴルピアさんの方で別のルールでやりたいと思うんですけど、はい、まあ、ルールは、この後また説明していきたいと思います。はい、では今日1日よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあジャンケンして順番決めましょう。はい、最初はパン。はい、これで、はい、ゴルピアチーム先行ということで、まあ、チーム戦ですね、今日は。ね、パン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 。朝一激しくないですか？激しいですね。チーム戦で、まあ、ワホーマスチーム対ゴルピアさんと。で、いい方のスコアを取ると、ね。そう、いい方のスコアを取っていくと。はい。はい、まあ、負けられないですね。ぶち切ったら終わりだしでいいですか？そうですね。はい。まあ、一応マッチプレイみたいな感じだね。なんで何回も言うんですか？じゃあ、その、もし、まあ、応用いくと思うけど、まあ、あと、勝ち負けで。そうだね。やりましょうか。うん、まあ、一応、左右、セーフです。右は OB ですけども。左セーフなんで。オッケーです。いきますか。左右はセーフじゃないってことだ。お願いします。417ヤード。パー4。お願いします。お願いします。ヒロさん、先行きますね。どうぞ。完璧。オッケー。ちょっと、ロストレイ。いいとこです、いいとこ。感じ出してるなぁ。ボールなんすか、ボール。聞いてる感じ出してる。集中してるやから。急にギョギョってなるやから。ボール、タイトリスト黄色です。ゲッキーマン。いや、絶対ゲッキーマン。絶対スリクソンでしたよ。絶対スリクソンでしたよ。ゲッキーマンっすね。よいしょ。僕からでいいですか？お願いします。はい。同じことしてくれるってことですよね。まあ一応黄色なんで、ね、よろしくお願いします。あ、そうそう、ボール黄色なんでね。ボール黄色なんでね。同じことすると思います、ね。同じことするでしょうね、多分。見たいですもんね、師匠さん。打ちながら喋れるかっていう。うん、ボールなんすか。トリストラ黄色で。そう。いいんじゃない。それもそういう感じ。俺黄色じゃないからな。マックスフライですか？見ます？あ、もう先に潰しに行った？マックスフライの天才と大サソリ。ぼやけて映ってない。マッチャにもらったんですよ、これ。穴も作ったん自分で。いや、僕じゃなくて。なんかね。よかった、自分じゃなくて。天才は。5年しか減ってたらだいぶ痛い。やばいっすね、417。いや、チョンっすよ、チョンっすよ。気づいたら150っすよ。結構長いですね、やっぱりね。カットいかないですよ。よし。そうっす。めちゃくちゃいいボール。歩いていきますか。歩いていきますか。This is フェードっすね。ありがとうございます。いやいや、楽しみでしょうがない。いや、最高っすね。楽しみでしょうがないコラボが待ってましたよ。いや、本当っすね。ようやく僕の初関西と。あんまり。初関西が、このキャラの声2人。怪我するんだよ。いや、過言ではないだけで。まっちゃんが、まあ、太平洋成田で練習してるじゃん、はいはい、その雰囲気に近い雰囲気があるだけ、うん、ホームコースですね。ホームコースみたいなもんですよね。そうではないですもんね。ではない、うん、ではないけど、まあ、ここよく来ると近所なんでね。まあ、千葉さんに関しては家から5分やからね。今日は7時20分に家出ましたけど。で、何時に起きたんですか？起きて、布団から出たのは7時で、シャワー浴びて。シャワー浴びる？やっぱガチ勝負だから、うん、あのね、本物のプロゴルファーと出てこないね、言葉が出てきてないから、もう本物のプロゴルファーと勝負する、疲れてるんですよ。
もう動きもらえたんで、うん、これでね思ってないです全国区に僕たちがなれる可能性あるんで絶対思ってないからねワッホーまっちゃんの日常ワッホーまっちゃんの非日常っていうのでねもう一個チャンネル作ってもらおうと思ってるんでもう一個サブチャンあるんですよいやもうメインチャンネルはいはいはいまあ、まっちゃんのメインチャンネルとうんまっちゃんの非日常映せるかなそれあの二人でやろうと思ってる二人で参入していくタイプえ参入していくタイプやっぱあの上の人たちにねこう掴みかかりんかなるほどね引っ張っていってもらうなんだえそうですねセンター表示多分150ぐらいってことね多分エッチですねあ、エッチっすねいやでも昔はセンター表示だったんですよエッチプラス15だから俺とマッチさん160ぐらいかな7、8ぐらいじゃないうん7、8ぐらいで全員一緒そうっすね、全員一緒ってゆうちゃん、マントビマントビっすあの、杭のちょっと手前にありますよ杭に当たったかなクイーンに当たって戻ってきましたよじゃあ先に僕たち打ちましょうか松さんレーザー持ってますか持ってますはいピンエッジから15です100上り入れて160ですね上り入れて160はいありがとうございますラバーアンちゃんで7番円でねちょい右 OK あーギリギリ乗ってないですねはいじゃあ私も7番円で天才大サソリボール転がんないねそれはなんと見えないですねラリーがちょっとダメっぽいねそうですよねねちょっと右に打ちたいいい音いい音ですよ5メーター右行っちゃったあまあまあだねですじゃあヒロさんのところお願いしますじゃあ行きますヒロさん何番やんですか154、8番やんで154、8番やんはいはいなんすかグッドグッドサウンドですねでも8メーター右行きました8メーター右あーやっぱちゃうなこれやこういうとこよしてしてさあゆーちゃん巻きで巻きで巻きで135、9番でいきますか139番、はい、みんないいとこ乗ってますもんねちょっと上手当たった？ちょっと上手でしたね。うわ、あれはね、絶対寄らないと。寄らないときあれ。ということで、ちょっと準備があるんで、はい、まで行きたいと思います。はい、行きましょう。はい、じゃあちょっとゆうちゃんがね、外れちゃったんで、難しいところからのアプローチですね。ナイスオッチェです。ヒロさんもうパー取りましたよ。ナイスパー。マッチャーのアプローチ。心配。安心っすね。心配。あ、じゃあリチャーお願いします。僕の角度とかあります？いいですか？大丈夫。マッチャー、ナイスアプローチ。あざ、おいえ。マッチャー、それ俺のもらっとくわ。ありがとうございます。ナイスアプローチ。ありがとうございます。なんか素敵なマーカーですよこれ。あ、ありがとうございます。すいません。あれ、そうですね。あ、これ。これあのゴルピアコンペした人だけ買えるっていう。そうなんですか。え、ワッホーさんも？あ、ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。皆さん、もうパー取ってるんでね。え、なんて？パー取っちゃってるんで。あ、オッケー、オッケー。パーいらないんですよ。全国の。ワッホーまっちゃんチャンネルの7万8500人のワッホーもうちょっと7万な7万3000いやいやもうこれ見てる頃に7万8500人ぐらいなってるからこれ見てる頃にもう8万3000なんですよ本当か、うん、あと半年後にはもう銀座タップなんですよ。でどっちがもらうっていう経過なんですよワッホーのまっちゃんであですえショートめっちゃ切れる。いやショートはしないんやけどオッケーっす。いいです。
お疲れ。やべえ。圧巻心配だからな。お、いや私が新しいパターンですね。結構名があるって聞いてるんで、この。そうなんですか。うまい。あ、やっぱこれあれですね。まっちゃんがパー取ってくれないから安心して。危ないからね。薄くいけなかったですもんね、まっちゃん。攻めるに攻めれなかったですね。うん、まあまあ行っちゃったけどね。いやでもこれはもう圏内でしょ。ワッホさんはパター一人消しました、朝。パターで。ナイスパー。ナイスパー。関係なしで。さすがやっぱね、いい新しいパターちゃうね。さすがまっちゃん。ありがとうございます。大丈夫ですか、新しい。あの、ワッホさんをちゃんと。次の方で行きましょう。ワッホさんをちゃんと使ってはるし。ありがとうございます。大丈夫ですか。まっちゃん分かった、俺だけじゃなかったやろ。消しますか。はい、では2番ホール、515ヤードのロングホールですね。左行け、右バンカーってことです。あれ、嘘あんまり言えうわ、オッケー、セーフティー。まあ、一応ね、一応セーフに。チームチームメイトね。安心感与えて。安心感与えて。で、うちのビッグボスが。で、ビッグボス。ティー飛ばすからね。僕は。ビッグボス、これ左、左、行け、行け。行け、行け、行け、行け。そんな曲がってへん。まっすぐしか飛べへんねん、俺。わーお、大丈夫。あ、大丈夫。曲がってけんねん、全然。安心させるようなショット打ちますよ。頼むよ。はい。ティー飛ばすからね。ティー飛ばすから。じゃあ、コウさんが安心するようなショット。ほー。オッケー。ありがとうございます。よいしょ。そこからフェード打てる。すごいな。だいぶサソリをね。ねえ、あそこから、うん。ありがとうございます。だいぶね。あの辺、あの辺向いてあったからね。うん。うん、もしあれお客さんやったらちょっと左向きすぎですねって言うね。うん、2オンさせたいね。2オンさせたいですね。2オン。急に、やっぱり昔中学校の時オーストラリア行ってはったからね。2オンさせたい。あれ、動揺したんちゃう。かすかな動揺が入ったんちゃう。オーストラリアに。あ、でもあの初めてのコースだからね。どこ、まあ大丈夫そうだけどね、左もね。そうっすよね。じゃあ結構入る、結構入るんだ。じゃあセカンド地点まで行こうか。わかりました。はい。はい、ワッホさん、セカンド地点。260ぐらいだね。ピンまで260。はい。右に打っていきたいと思います。はい、お願いします。ね、スクリューショット？右のラフっすね。右ラフっすね。危ない、パー。全然大丈夫です。はいよ、カメラ。まあまあ。このまま行くの？あ、ワホです。ああそのまま行く。ワホです。あ、もうこのまま行きます。本当。あるかままってゴルフ聞いてるんで。オッケー。大丈夫。まあここ行ったら、すいません。あの、そういうことですね。お願いしますね。煽り禁止。うん。よいしょ。フェアウェイかな。はい、高橋優美。バンカーまで行くんじゃん。松さん、ここはバーディー必須だよ、勝つためには。まあね、まあそこからデーソレになるかもしんないから。そうっすね。そうっすねとかって。じゃあ行きます。お願いします。やばい、ラフ落ちましたね。超えたかな。ドンって音はしたね。そうですね。飛んでれば大丈夫ですね。キックのとこ左跳ねるから、はい、飛んでますね、ヒロさん。そうですね。そうですねしか言わないですか。スプーンですか。いや、クリークでいい。クリークで、はい、お願いします。なんとなくあの行った気がするので。 OK、 勝ち込んでいきますよ。お願いします。よいしょ。あー、ちょっと足りん。はい、バンカーですかね。はい、いや、いいですね。クラブいいですか、やっぱり。クラブがいいんですよ、僕のね、スイングよりもね、クラブがいいんですよ。オンオフ黒なんですよね。そうそうそう、シャフトベンタスですか。ベンタス、はい、7X やと思ってて打ってたら 6X やったって、はい、気づかない。あ、その辺はね、はい、10g しか変わらないんで。そうですね、よしですけど。はい、オノフはそれこそもうどんくらい使ってます。
いや、あの去年の10月仕事やって、そう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 、あれで打ってくださいってパッと打って、はい、なんか打ってくださいって言われて一発目で打てないんですよ基本的に、はい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 、めちゃくちゃいい球出たんですよあれ、と思って、はい、でその日ずっと使ってやっぱ飛んでるんですよね。あ、飛んでたんですか、はい、やっぱり物がいいんですね。めちゃくちゃいい、弾き感もやっぱりいいですもんね。いいですね、見た目もフェースかぶってないし。でもフェアウェイウッド大嫌いで、はい、基本スプーン打てないんですよ、チョロするんですよマジであ、そうなんですか、はい、これにしてからチョロなくなりました。やっぱり設計がね、設計がいいんですか。いいと思います、楽しみですよね、はい、ロバート・トレント・ジョーンズ・ジュニアです。そういうことですか。ヒロシさんのクラブの通りから。そうなんですね、うん、まあ、何言ってもでもうまそうですもんね、まあ、雰囲気で感じが出てますもんね、感じだけで、はい、そうですよね。じゃあ3打目地点までちょっと1回切ります。58ヤードです、はいはい、3打目何ヤードですか。58です、60度です分かんないですちょっと大きめです、大きめですね。じゃあ俺58ヤード。58ヤード、はい。58ヤード、58度。エッジが40だから、45ぐらいいったら。あ、ちょっといった。ちょっと難しいライですね。そうだね。ちょっと行きたくないっていうのがあったけど、失敗しちゃいましたね。いいよ、マッツさん教えてもらってお願いします。マッツさんのは池越えて、はい、ギリギリ、ね、結構上目から戻ってきましたねギリギリだったでしょ。ここから撮ってます、はい、マッツさん、まあ60ヤードぐらいですかね。そんなないね、多分50ぐらいだね50ぐらいですか。どういう計算、さっき俺らで58ヤードキャリー出した方がいいよ、マウンドあるから、ね、ちょっと右目から、うん、あ、もうどっか分かんなくなっちゃいました。お願いします。うまい。ああ、まあまあまあ、ナイスショー、うん、しょうがない。広さ3打目バンカーっすね。うまい、うまっ、キャン、おー激うまナイス、もうほんと OK ぐらいなんで、 OK ですねあれ、はい、ワンダウン食らいますね。打たなくてもいいのかなとなっちゃうんですね、僕もピックアップでも間違いない、ね、あれはもう OK だ。 OK でいいですか。もちろん、真帆さんもう50センチだもん。 OK いただきました。よっしゃ、ただのピエロじゃねえんだよ誰も言ってないですよ、誰も言ってない誰もナイスワーディース俺がパーしてマッツさんもしっかり打ってほしいね。で俺パー取っとかないと。お願いします、うん、なんならいいですよ、ここから入れても。そうだね、弱いか、あれフック、ね、やっとややこしいでしょ。ナイス抜いたのかね。ありがとうございます。ごめん、最後のこうフックしてズームするかなと思ったんで、あのカップ際のとこだけ先行きますよ。はい、先行って決めたいのフックですか。お、ちょっと後でやりますよーさすがここないよね、これが分かる、分かるそんなシェラオパッドね。19の時に出てるからね、もうライン読めてる？ちょっとフックですよね。はぁ、うん、ちょっとね、しっかり打って。今日は L 字やね、ちょっと気になるけど。弱くない？いいとこ出た。それショートライン、ほらそれショートラインよ、松さんオッケー、ここはゴルピアチームバーディー。そうですね、僕たちはパーということで、次のホール行きましょう。はい、179ヤードです。179ヤード、パー3ですね。ゴルピアチームワンアップで、ワンアップ、よっしゃ、
こまで行きました。ナイソンです。ちょっと遠いですけど。センターね、はい。センター。とりあえず一番出塁しときましたわ。それ拾ってくれないですね。野球は多分ね弱い。拾ってくれないですね。もうオッケーで十分かな。あ、これドローヒッターここに立つんだ。いやいやフェードっすよ。潰しに来ちゃった。いやいや左のピンに、あの BS BJ ツアーの人って。BJ ツアー。あのフェードでいくんですか。ショートサイドが攻めるじゃないですか。そう、やっぱショートサイドが攻めてこそじゃないですか。そういうことですね。いや、すごい絶好調。やっぱりあれだな、なんかこう、他チャンネルになると強なる男。ナイスオン、ナイスオン、バリ近い。素晴らしい、ナイスオンっす。他チャンネルの男。感じ出てる。感じ出してますね。また6遊。6遊で、うん、フェード、フェードでいきますよ。待ってじっと。よいしょ。うまいね。ありがとうございます。すぐやで。飛んでる？超えたらぴったり。超えたらバンカー。うわー。うわー。うわー。早いじゃん。マジで。うわー。ナイス。ありがとうございます。おいおいおい。頼りになるね。どうしたどうした。サンキューでーす。今日は緊張してないの？いや、だいぶ緊張してますよ。ヒロさん顔怖いですもん。絶対嘘。ヒロさん顔怖いですもん。なんで2回言ったの？じゃあ6枚でね。行きます。編集されてもいいように2回言った。カットされてもいいように。1回は残せるから。あ、ちょっと左だね。カラーぐらいか。カラーぐらいですかね。うん。カラーぐらいだね。じゃあグリーン上まで行きましょう。はい。はい、グリーン上到着です。まだ乗ってないですよ。乗ってないのはこさんだけです。こさんだけやったよ。こういうのゆうちゃんだよね。確かに距離を。ね、まちゃん、センター狙うってセオリー聞いたやろ。聞いてないです。藤田プロから。聞いてないです。ピーチ。えぐ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 。えぐですね、これ。これ、まっさんのもまだあるね。あるっすよ、スリーパット。外れたら下じゃん。ショートサイド来たのになぁ、ちゃんと。これやばくないですか。いや、ショートサイド良くないですね。いやいや、でもやっぱ USPG ツアーは。ツアー、うん、ここだね。ツアでもこういうやっぱ、和穂さんのアプローチ技術って見たいじゃないですか。いや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 、これはきれい。この逆目やけど、ロブなんですか。いや、全然普通にコンコンコンですよ。コンコンコン。あれ、急に和穂さんも。こんにちはまで言ってない。コンコンコン、うまい。さすが、さすがってことしたけど、このお返しが、いや、なかなか、これある、オッケー出ないですか。僕のオッケー出ないですか。まあまあ、和光さんはね、オッケーですけどね。マッツさんはちょっとこれね、難しいよね。あの、パターン、エロジャーからね。ちょっと、引っかかってしまうから。新しいだったらね、ええけどね。いや、大丈夫です。大丈夫、秘策があるんで。秘策がある。とりあえず、僕のマークしまっていいですかね。いやいや、僕マークできないんですよ。マークしまっていいですよ、マッチャンの。僕マークできないですよ。なんか置いてきたんだ、この人。スライスないんですか。下手くそすぎへんか。もう俺これ入れるからな。お願いします。届く？すごいな。あ、でもすごい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 。でもナイスナイスタッチです。私からですね。さあ、ワッホさん、パパッと入れときたいね、マッツさんのためにも。そうですね、マッツさんが安心して打てるより。秘策あるんですよ、マッツさんには。あれを入れる、あれ秘策あるんですか。なんで言うんですかみたいな顔すんなって。さすがの和穂さん。でも打ち切れんかった。いや、よっけそっけっす。あざっす。やっぱ激ピンすぎたっすよね。ちょっと厳しいっすね。外したところも悪かったっすね。さっき行きましょうか。いやいや、行って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 、うん、チームプレーやったことないからさ、分かんない。確かに、ほんまに真剣なチームプレーしたことないですもんね、うん、学生時代もゴルフしてないし、僕は。そうやな、もう幼少期以来やな。幼少期も合ってないですよね。うん、厳しいよね。邪魔しただけよ。
人は邪魔しましたね。これ2人ともボギーで可能性あるね。ヒロさんまでボギーあるのこれ。ああいうの得意ですもんね。あれ入らない人が入らないんですよ。あれ人が入らないです。入らない。ただ時間取るだけなんです。すいません。雰囲気出して多分ショートします。ショートします。恥ずかしい方向いてる。恥ずかしい。多分こういくんじゃないかなと思う。そんなにはいかないんじゃないですか。恥ずかしい方向いてる。でもリアルマッチね。そういうでもリアルに。でもパーを取るっていう考えたらそうですよね。リアルこの辺ですもんね。かな。いやもっと上行きたいなと思うんだけど。もっと上じゃない。もっと上。直し直すわ。久々にこれ。うん。真剣に。あ、ここっすね。そうやろ。やっぱそうやろ。ここっすね。ほら。ここに一回あの海老のサービスエリア置いて、はいはいはい、一回ここでサービスエリア休憩してからので西宮関東。ああ西宮何時な。なんで海老名からの西宮な。あ、ついわあ。いやこれしょうがないです。下手やわ。すいません。いやもう今だろ。お大事に。ナイスパー。ナイスパーです。あ、だし。いやこれ。ピン抜いちゃう。抜いちゃう。当てれない。頼むよ、マツさん。いや、やっぱ、あの、プロの試合って結構抜くじゃないですか。そうっす、ね。当たって、外れることもありますから ね。うん。だから、そういうの。止まんない。止まらなかったら、止まるところに動かしていいよ。うん、止まる近いところに。あの、言うたか。オッケー。うん。それ、ダメです。それはダメ。あ、これ動いてる。うん。編集しない前提しゃべらないから。はい、それはダメです。入れてマッチ言います。緊張してよ。秘策はちなみに。秘策ないって言ってましたさっき。かーい。いったー。ありがとうございます。ナイスバーディー。ありがとうございます。ということで3ホール終了しましたんで。ありがとうございました。一旦はい、いや最後ココンでココンコンで第1パート終わりでコン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 バーディー。おえー。ありがとうございました。